今回はですね、こういうものを買ってみました。何かというとハンモックですね。例のごとくアマゾンのタイムセールでですね、数量限定のタイムセールで売ってたんで、ドライブの途中にね、涼しい場所とかいい場所があったら昼寝でもすれば気持ちがいいかなと思ってね、買ってみました。中にはもうこれだけですよね。釣りベルトもねセットされてるっていうんで、通常のサイズよりですねちょっとでかいですね。サイズとしては 2,3 人用、大きさが 330×200 ですね。耐荷重が 350kg ですから、ほんと3人ぐらい十分ですよね。 70kg の人が3人乗って210kg、まだ余裕がありますよね。 80kg の人が3人乗って全然余裕ですね。まあ実際 それだけのね強度があるのかなっていうのはまた別問題ですけど、こういうのも入ってますね。1年間保証、どんな保証するのかな、金具とかそういうのが壊れた時に保証してくれるんですかね。商品レビューも書いてくださいというのが入ってますね。もう最近ね、商品レビューをあまり書きたくなくなってたんですよね。なぜかというとですね、星3つ大体普通だと思うんですけど、星3つをつけると悪い評価になるから消してくださいとかね、それ商品レビューじゃないですよね。買った人がどんな風に感じるか、どんな商品だったのかとかですね、本当に販売サイトに書いてあるような商品なのかっていうのをですね、私たちみたいに買った人がね、届いた商品を見てどういう商品だったかというのをね書くのが商品レビューだと思うんですが、ありのままを書くと消してくださいとか修正してくださいとかね、何百円バックするから星を上げてくださいとかね、これも完全に情報操作ですよね。なんかそういうメールがね来るたんびにもなんか嫌気がさしてきますね、商品レビューもね。ということで話がちょっとそれましたけども、ちょっとずしってきますね。ずしってきます、さすがにずしっときますね。ちょっと開けてみましょうかね。開けてみましょうかねって言ってもね、開けてもここでは広げられないと思うんですよ。釣りバンドというか釣りロープというかついてますね。これもバンドですね。バンドですね。金具がついてないな。金具とかはついてないのかな。金具は別途自分で買わないとダメみたいですね。これはあれですね、ロープを気にかけるんで木を傷めないようにするバンドですね。この中をこのロープを通すんでしょうね。生地はねパラシュート生地のハンモックですね。ちょっと広げられないんでね、ここはもう販売サイトのね写真を入れたいと思います。まああの木陰とかね、そういうとこで昼寝をしたりとか休むのには便利なグッズですよね。まあ、車に乗しとけばいろんなとこで使えますからね。まあそんなに大きなものでもないしね、こうやって袋にしまっとくと大して邪魔にもならないというものですからね。こうですね、今ね注文サイトっていうか商品サイトを見るとね、販売サイトか、販売サイトを見ると金具がついてますよね。なんでこれ金具がついてないのかな、問い合わせをした方がいいですね。
私か今開けてみて、金具は別売りで自分で買わないといけないのかなと思ったら、金具はついてますね、販売サイトでは。抜けてるんですかね、抜けてるんかな。まあとりあえずメーカーっていうか販売店の方へ問い合わせをしてみたいと思います。ということで今回はダブルハンモック、パラシュートハンモックですかね、パラシュート生地のハンモック、 2,3 人用、耐荷重が350キロっていうのをですね買ってみました。以上ありがとうございました。